ポイトの機能ってめちゃくちゃ便利なんです。例えばこのテキストボックスが背景で緑色に塗られていますが、これを右クリックで塗りつぶし、そこからスポイトのマークを使ってください。スライド上で使われているさまざまな色を抜き取ることができます。もちろん動いている GIF ファイルも抜き取ることができますので押してみましょう。そうすると怒りに合わせた色に背景が設定することができます。いろんな色抜き取ってみてください。参考になった方はチャンネル登録、そしていいねボタンをどうぞよろしくお願いします。